高価銀行カードロン、こんにちは、ジュジュイミだ。はい、皆さん、今回の動画では、トレジャーの話をしてみたいと思いますけど、そして Y 字の話ももう少ししてみると思いますが、今日は本当に Y 字の話ばかりする予定ですので、もしかして Y 字アーティストに全然興味がない方々はここまで見てくださってもいいですよ。ありがとうございます。とにかく、今日私が、言いたいことは、今までの Y 字アーティストとトレジャーは何が違うのかとか、それを本当にあくまで私の個人の意見で言うつもりですので、ぜひ怒らないでくださいね。本当に私は YG 事務所に所属されている全てのアーティスト好きですよ、トレジャー、ビッグバンからトレジャーまで全部好きですよ。この中に入ってるグループ、だから私たちは YG フェミリーですよ皆さん、フェミリー同士は攻撃しません、とにかく YG はもともとはですね、ビジュアルは全然見てなかった事務所で有名ですよね。ご存知なのかは分かりませんが、とにかくビッグバン、トゥエニオンまではヤンヤンソク社長が実際に自分の口で言うぐらい、なんか自分は全然見た目とかそういうイケメンとか選ばなかったんですよって何回も言いましたし、実際にビッグバンのメンバーたちも、トゥエニアのメンバーたちもいろいろなテレビ番組に出て、自分たちのグループはなんかビジュアルがそんななんか重要じゃないなんかチームですよみたいな感じで言いましたね。だから、確かに何て言いますかね、ビッグバンとかトゥエニアは他の事務所のアイドルよりは可愛いとかかっこいい、なんかイケメンとかそういうタイプのキャラではないですよ、もちろんかっこいいですし、かっこいいですよ YG アーティストって、男性も女性も。それがちょっと YG の特徴ですね、今までも。そして YG ならではの音楽の色がすごく強くて、そこにハマる人が多かったですね。だからビジュアルだけ見たら、どんなチームかなってなって、それが違いますよね。他のアイドルはビジュアルを見て、おおイケメンとか、おかわいいになって、その後から音楽を聴いて、おお音楽もいいねってなりますけど、ビッグバンとトゥエニオンはどんな感じだったかといったら、おおどんな音楽をするのかなっていう感じのビジュアルで、音楽を聴いてみたらマジかっけー好きだわーっていう感じの、それはちょっと違いますよ、逆っていうか。とにかく、でも今のあのトレジャーとかブルピンは、もともとのその伝統的な YG 事務所の実力を持ってるのに、その上にビジュアルまでアップグレードされたっていうか、ちょっと言葉悪いですね、アップグレードって。このあのビッグバン先輩とかツェニオンがまるでダウングレードみたいになった感じで、ちょっとすいませんが、本当に私もっと好きですよ実は、ツェニオンとビッグバンが、でもただ私もちょっと、他の人々が見るその観点で見たら、もっと客観的じゃないかもしれないですけど、すいません本当に。とにかくビジュアルがもっとアップグレードされたバージョンが、男グループはトレジャー、女性はブルピンだと思いますけど、とにかくトレジャーはちょっと唯一に違うところがあると思いますよ。それは何だかと言ったら、今までブルピンまでは、例えばビッグバン、トゥエニオン、ウィナー、アイコン、そしてブラックピンクになったんじゃないですか。ここまでは PV とか、そしてあの音楽だけ聴いたら、あ、YG だ、YG アーティストだっていうのがすぐ来ましたよ、本当に。それぐらい YG の音楽はその色が強いですよ。俺らは YG だぞっていう感じの音楽。でもトレジャーは少しそれが若干あって、その上に新しい音楽っていうか、そしてもうちょっと挑戦的、今まで YG が歩いてなかった道をトレジャーが少しはなんか半分半分歩いてるって感じ。 Y 字の色も少しありますけど、なんかでもトレジャーはトレジャーっていう感じで、そういう道を歩いていってる感じだと私はそう感じましたね。トレジャーの音楽を聴いてすぐ、おこれは絶対 Y 字とかそう思ったことはないですよ。とにかくその Y 字アーティストの中でトレジャーは
全体的な平均能力の数字が高いチームで見えますよ。私の個人的な意見ですよ。何一つなんか不足なところは見えない。例えばボーカル、ラップ、ダンス、ビジュアルなどがですね。とにかく個人でもまだ私が個人的に残念だと思うのは、まだもちろん今もすごい人気ですし、曲も良かったんですが、まだトレジャーの魅力を 100% 見せるその曲とは合ってないなと個人的に思いますよ。だってビッグバンもデビューしてすぐなんかバーッとなんか人気者になったんじゃなくて、こじんまりっていう曲をあった後からバン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 ベンベンベンになりましたね。とにかくそんな感じでトレジャーももう少し自分たちの魅力を 100% 見せる曲をもうすぐ合うんじゃないかなと思いますね。まだ合ってないと思いますよ。だからこそこれが怖い理由ですよ、トレジャーって。なぜならまだ 100% 自分たちの魅力を見せる曲も合ってないのに、アルバム販売量がもう100万以上販売されましたし、オタク力も強いですよ。これがなんだかと言ったら、 YG は実際のなんかこう、例えば韓国で生活しながら感じられるその人気に比べたらオタク力はちょっと弱かったのが事実ですね。例えば YG はただのアイドルの CD の販売量とかそういう記録で見る数字だけ判断したら、なんか他のアイドルにもなんか負けたりしますけど、実際にそのオタク力って結局一部じゃないですか。そのあるチームのファン、あるチームのファン、このビッグバンのファン、トレジャーのファン、これ以外の人気を得るのも重要じゃないですか。大衆性っていうか、そのオタク力を超える大衆性と音楽性を同時にいつも取った事務所が YG 事務所ですけど、トレジャーはこれからこの今まで YG 事務所が不足だったところを満足させるチームになるかもしれないと私はそう思いましたね。そのオタク力、今までちょっと弱かったオタク力もトレジャーにはそのオタク力もこう取ることができますし、大衆性も音楽性も全部こう取ることが十分できるチームじゃないかなと思いますよ。ではもちろんこの過程で少し心配になるところは、 YG 特有の音楽性を完全に失うんじゃないかっていう私個人的な意見はありますけど、もちろんこれが新しい音楽として挑戦しているトレジャーならではの色を持つ挑戦の結果的にそれがいい結果になるのか悪い結果になるのか誰も分かりませんね。だから逆にそういう今まで歩いてきてない道をトレジャーが行って本当に爆発的な人気が出るかもしれないですし、だからあくまで私個人的に YG が好きな人としての残念なところです。だからどうでも正直いい意見ですけど、とにかくトレジャーっていうチームは私から見たら、私なんでもないです、本当に偉い人でもないのに、私から見てもどうでもいい私の意見ですけど、これから上まで本当にトップまで当たるのはもう決まってると思いますよ。でもそこまで当たるなんか到着するにはどんだけの時間がかかるのかの問題だと思いますね。そしてトレジャーはいろいろなところで結構挑戦的なチームだと思いますよ、 YG 事務所の中では。だからこそトレジャーメンバーたちがちょっと持ってる負担感もあるかもしれないですけど、その負担をちょっと乗り越えて本当にもともと人気者になって、もともと有名になってほしいですよ、うん、YG が過去のようにまた強くなって、うん、全部が本当にイケイケってなってほしいですね、 YG アーティストは、うん、ファイティングってことで、thank you.